はい、こんにちは。早朝です。はい、今日はですね、メンバーの方から質問を受けました。早朝はなぜ左でパドルを打つんですかということですよね。はい、確かに僕は左でいつも打ってますね。はい、左で打ってるんですけれども、それには深い深い訳があるんですね、実はね。はい、左で打つ理由なんですけれどもですね、実は、まあ、人間の脳は右脳と左脳、右脳と左脳に分かれてるんですよね。はい、これ脳みそです。で、まあ、向かってこっち側が右脳、こっち側が左脳としましょうか。はい、それぞれの脳は役目がありますね。で、この左脳の方は、例えば、計算とか、細かいところですね。計算とか、文字とか、細かいものをこうね、受け持ってるんですよ。で、右脳は、これはどちらかというと、イメージですよね。イメージ。はい。絵とかね。まあ、ボワンとした全体のイメージ、全体を捉える脳ですよね。まあ、よく芸術的な脳と言われますけれどもね、そういうところ、イメージとか、まあ、感覚もそうでしょうかね。感覚。物事をこう、ざっと捉える能力ですよね。まあ、こういうふうになってるんですよね。で、これが体にこう、もう、伝わっててですね、この右脳が左半分の体を受け持ってるんですよね。で、左脳は右半分なんですよね。で、要するにこの左手に直結しているのが右脳なんですよね。ということは、左手でですね、物事をやるというのは、全体のイメージを、イメージングをするということ、感覚的なものの捉え方をするということになります。で、右手で何かをするということは、右手は、こちらね、計算とか文字とか、そういう処理が得意な方なので、そういうふうにな、右手の方が担っているということになりますからね。はい。で、どちらかというと、右手の方が、繊細でもあるということなんですよね。で、左利きと右手利きってよくありますけれどもね。はい。よく芸術家の人なんかには左利きが多いというのは、やっぱりイメージとかね、音楽とか美術とかそういうものに強いのだからというのがあると思うんですね。で、なぜ CW が、この、はどちらなのかということですね。どちらなのか。それ考えるとですね、CW はですね、まずはじめ、まあ、例えば、QSO なんていうのがあるとしますよ。QSO というのは、これは例えば Q、はい。で、まあこういう Q でしょ。で、S ですね。O というふうに、このように3つが来るので、まあ一見左っぽいなと。文字とか、細かいその、のを判別する左に近いんですよね。だから、最初にやった時は右手の方がやりやすいはずなんです。ところがですね、これ QS、例えば、達人と呼ばれる方々がね、QSO119、たたたた、たたたたたたって認識してるかというと、そうじゃないですよね。で、この QSO という塊を、絵のように認識するわけです。絵のように、まあ、絵のようにイメージングするわけですね。ということはどういうことかというと、もうお分かりですよね。自然に左手を使うべきだという結論になるんですよ。はい。まあ、この左手が、先ほど言ったように、右の脳につながって、その右の脳がイメージであれば、はじめは非常に時間がかかるかもしれません。左利きっていうのはね、左手でパドルをやるってことはね。でも、ゆくゆくですね、イメージングで
QSO、 例えば QSO というのを一文字と取ってるってことはほぼないわけですから、その QSO というのを3つの塊としてこの、っていうのが塊となって聞こえてくると、これはもうあのいちいち考えなくてもイメージになるわけですよね。なので左手が有利になってくるという僕独自の解釈なんですけども、いかがでしょうかね。脳の使い方とかそういうものはですね、仕事柄いろいろ教えたりなんかするんですけれども、まあそうであろうということでですね、僕はもう当初から左手を使うことにしております。右脳を使うためですね。はい、でついでにですけどもね、もう一つすごくこれはマル秘ですよ。僕のヘッドセットをちょっとお見せしましょうか。